DVD を挿入。さあ、たた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 た、ブワーン。はい。認識しております。じゃじゃん。USB 機器をみんなで共有。なんでしょう。プリンター、DVD ドライブ、ハードディスク、テレビキャプチャーが無線 LAN で共有できると。というのをレビュー用に送っていただいたんですけど、USB ハブのネットワーク版ということでしょうかね。電源アダプター。これが本体。本体。LANポートと電源。USB 2つ。2つか。もうちょっとあるといいな。あ、でも USB ハブ使えるのかな。あと LAN ケーブル付属してます。ネットドット USB クライアントをインストール。まあやってみますか。はい。今デジカメで撮影してるんですけども、このデジカメの SD カードをネットドット USB で飛ばしてみたいと思います。ルーターの方に接続して SD カードをガチャッと。はい、じゃあインストールされたクライアントを起動します。はい、何やら出てきましたね。ストレージデバイス。はい、接続しました。はい、iPhoto の方に先ほどのムービーが読み込みできました。はい。やっぱり面白いのが、ストレージがナスのように使えてしまうと。パソコン複数台で同時に使うことはできない。なので完全にワークグループサーバーみたいに使うことは不可能なんですが。来ましたね。認識してますね。タイムマシンにも使えるのか。中に入ってるデジ1のムービーなんですけど、やっぱビットレート重いものだと再生もたつきますね。1000ベース T になってますね。書き込み読み込みの速度に関してはやっぱりそのネットワークの速度に依存します。1000ベース T に。あと面白いのはやっぱりね、iPhone の同期ですよね。さあお待ちかね、 iPhone を繋いでみました。なんとまあ iPhone も認識されて iTunes の方でもちゃんと認識されました。ただまあこれを再起動しちゃうとネットドット USB 自体のあの接続が切れちゃうんだから、 OS のアップデートとかちょっと気をつけた方がいいかもしれません。さあ USB ハブにて SD カード、 iPhone、 ハードディスクを接続してみました。はい、見事に接続完了しました。ちゃんとファイルコピーもできてますね。はい、ご覧いただいた通りね、いろんなものが繋がるんですけど、動作確認済みの機種はホームページに書いてあるそうです。無線 LAN で飛ばせる USB ハブ。という認識でいいんでしょうかね。型番なんだこれ。型番はなんだ？型番。ETGDSUSHS でございました。難しい名前だな。USB 機器をみんなで共有。というなかなか面白い機械でございました。